今日は畳み込みについて話していこうかなというふうに思います。で、まあまずはね、ちょっと身近なところから始めていきたいなと思うんですけれども、どんな風にまあ物事がね畳み込まれていくのかっていうところなんですよ。そこをねちょっと最初押さえてもらいたいなと思います。これ横軸にね、こう時間軸取ってみようかと思うんですけど、これ別に空間軸でも何でもいいんですけれども、なんかじゃあそうですね、なんかお昼頃にいいことがあって、それをまあ夜に思い出すような感じ、まあ12時頃になんか美味しいご飯食べて、ああめっちゃ幸せやったなと、幸せ度を感じると、そういう事象があって、それをこうね家帰ってきてお風呂入るときに、まあ例えば21時頃だとしましょうや。でそうしたときにどれくらい幸せが残っているのかっていうのを考えたときに、これ実は畳み込みになってるんですね。え、どの辺がなんっていう風になってくると思うんですけれども、まあなっていると、まあ考え方としては、まずこれね、インパルス入力って言われるんですけれども、これ12日じゃなくて、まずね幅 DT にしてあげて、まあこれ T って場所で起こったことにしましょうか。で21時っていうのもね具体的すぎるんで、これも T0 とかにね直しておこうと思うんですけれども、ここで入ってきた FT×DT っていう、こう幸せ関数あるじゃないですか。こうイベントが起こった時に、これがそのまんま21時に保存されているかっていうと、そうじゃないですね。おそらく若干こう減衰しているだと。いや、もっと減衰してますね、これ。まあ、僕とかの場合だったら多分こんな風になってると思うんですよ。あ、まあ、ええことあったな、くらいでこうね。あ、まあ、気分が落ち込んでるとかは多分ないはずじゃないですか。っていうので、まあ、ある程度プラスは残ってるんですけれども、FTDT っていう入力に対して、減衰がかかってね。こういうの伝達関数って言ったりするんですけど、この場合はまあ時間のね、伝達ですよね。ということで、これがまあ T0-T っていう経過時刻に対してこれくらい減衰しますよっていう風になっていて、例えば朝9時から夜の9時だったらめちゃくちゃ時間離れてるんで、まあ、ほぼほぼ忘れてるじゃないですか。で、ああいう場合はここのね引数の部分がめちゃくちゃ大きくなってるんで、例えばまあ指数関数で言うとこう結構離れてると、まあ、すごい減衰しちゃうわけじゃないですか。っていうのが、まあ、時間軸にも空間軸にも当てはまって、まず減衰が起こるっていうのがあるんですね。なんでここ掛け算するっていうのを覚えておいてください。で、この引数が t で起こって、経過時間 t0-t みたいな感じで、なってるのを抑えましょうって感じですかね。はい。で、こっからなんですよ。畳み込まれるのは。何が起こるかっていうと、まあ、t の時は、まあ、12時の時もあったんですけれども、この後もね、何やかんやいいことがね、重なりまして、ただ15時とかになんか お昼ね、食べ終わってブラブラしとって、なんかおやつにいいパン屋さん見つけてこう食べましたと、あー美味しかったなっつって、まあ半分くらいは行くでしょうと。でそれでまあまたなんかいろいろいいことがあって、やけどなんかあれ、なんか足のところ変な感じするなと思った、石ころがね、靴の裏に挟まっていたと。これ取るのが意外と難しくって、マイナスな状況を感じたというのがあって、それぞれがこれ減衰していって21時に影響を与えてくると。でそれが結局1日トータルの、まあ、クオリティオブライフになってくるわけじゃないですか。っていう意味で、まあ、いろんな事象がこれらの一つ一つの入力っていうのが時間経過を経て T0 に出力される、これが畳み込みなんですね。 T0 に向かって畳みかけるようなっていうふうに日本語で言いますけれども、ああいうことが起こってくるっていうことなんですね。したがって、ここのね、トータルのハッピネス関数とでもしましょうか、H っていうのはどうなるかっていうと、H@T0 っていう時刻においてこの幸せ度はどうなるかっていうと、記号で言うとこんな風に書くんですけれども、 F*G と、まあ、減衰率 G っていうのと F っていうね、そもそもの入力っていうのをかけて、で T0 において出力されるものであるよと。でこの畳み込みっていうのをどういう風にして表されるかっていうと、そう、積分なわけですね。これはまあ定義になってきます。まあ積分って言ったらやっぱこう輪を取っていく、畳み込んでいくっていうイメージあるわけじゃないですか。ということで、まあ、繋がってくるわけなんですね。はい。で、まあ、積分範囲を、まあ、後で説明するとして、やることとしては、FT っていう入力に、G 括弧経過時刻、経過時間 T0-T がかかって、で、DT をね、かけといて積分ですよと。で、T ってまあ、どこから取ればいいかってことなんですけど、まあ、おそらく未来から畳み込まれる分っていうのは、まあ、なんか明日の遠足が楽しみだなとか、もしかしたらあるかもしれないですけれども、まあ、そのを除けば、まあ、ラプラス変換仕様の、これ、畳み込みって言われるんですけれども、これはまあ、上端は T0 になっておりまして、ここまでですね。
ここから来て。で、過去はどれくらい遡るかっていうと、まあ、昨日のこと引きずってるかもしれないし、まあ、一昨日いいことがあった。まあ、それも覚えてるでしょう。ってことで、まあ、とりあえずは、まあ、いろいろ減衰されるかもしれないですけれども、マイナス無限大と取っておくという感じですかね。これでもし、めちゃくちゃ昔に取ったやつが、その、すごい覚えてるみたいなことになったら、すごいシステム不安定になりますからね。情緒不安定みたいな感じになって、まあ、なんで基本的には、昨日とかね、一昨日あたりで止まってるもんだとね、思っとくといいんじゃないかなっていうところですかね。はい。まあ、もちろんね、続くものもありますけれども、まあ、そんな感じで、こう、畳み込みが定義されるということなんですね。はい。ここまでちょっと抑えてもらえれば、まあ、だいぶ楽になるのではないかなというところが、まあ、一般的になされる説明なんじゃないかなと思います。まあ、ハピネス関数とかね、ふざけた名前でやってるのはね、うちのチャンネルだけかもしれないですけれども、見たらそういうことなわけです。はい。でですよ。いや、まあ、これね、まあ、いいことがあったと、覚えてるうんぬんかんぬって言いましたけれども、これだけだとあんまりこう、なんか魅力的じゃないですよね。いや、まあ、それはそうなんだけど、いや、いつ使うんですか、これみたいな風になってしまうんで、もうちょっとこれ適用範囲広げたいわけじゃないですか。まあ、それについて次のところでね、見ていこうかなという風に思います。さて、ではもうちょっと幅の広い話を始めていきましょう。まあ、ここからが本題って感じですね。さっきので終わってもいいんですけれども、まあ、あまりにもね、内容がちょっと薄くなってしまうんで、もうちょっとね、深い話しようじゃないかという話なわけです。一旦抽象化しておきましょうか。F スター G、これ畳み込み記号ですけれども、これのアットマーク T、まあ、T0 でいいですかね。まあ、これ知っといたときに、こう、数式の捉え方があるんですね。まず、丸1、これ捉え方。こっから始めていこうと思います。捉え方を、まあ、拡張するっていうか、減衰とかね、なんかこう、幸せのイベントが起こったとかっていうんじゃなくって、もうちょい一般の物理的なシステムにも使えるように、頑張りましょうってところを話そうかなと思います。まあ、これ、マイナス無限から無限でもいいんですけれども、とりあえず T0 にしといて、まあ、起こった出来事、かけることの G。括弧 T0 引く T と。だすごくね、実は身の回りにこういう畳み込みっていう考え方溢れているんですよね。まあ、それについても、まあ、丸2あたりで喋ればいいかなというふうに考えております。やり方がありまして、こうやってめっちゃ制御に出てくると、制御工学っていうね、ロボティクスとかの範囲があるんですけれども、まあ、捉え方としてですね、こいつですね、ちょっと順番変えましょうか。FTDT っていう部分。これまあ掛け算なんで順番変えても別に構わないと思うんですけれども FTDT がこれがいわゆるインパルス入力ってやつですね。まあ、小さい入力というふうに捉えてもらえればいいんじゃないかと思います。こういうふうななんか滑らかなね、これ縦軸入力で横軸時間と、この時刻にはこれくらい入力して、この時刻にはこれくらい入力してとかっていうのがあるんですけど、まさにこれがインパルス入力ってやつですね。この滑らかな入力なんですけれども、それをこう、インパルス入力のね、細かいやつに分割していくっていうふうにして。で、これがまあ、システムに入力されて、出力されてくるんが、まあ、結局その畳み込みであるっていう考え方。つまり、この部分がシステムに影響を与えて、これ出てきます、ちょっとだけ、みたいな。で、それをこう、どんどん積み重ねていって、マイナス無限からっていうふうにやるっていう考え方ですかね。はい。でね、ちょっと話を元戻しますと、まずインパルス入力というものがありますと。それは、まあ、連続な入力であったとしても、それをですね、こう分割していけば、出てくる考え方なんですよと。で、非常に広範にね、扱えるものになってくるっていうのが、これまず考え方になってきます。はい。で、続きましてあるのが、この GT0-T ってやつですね。この T0-T の部分っていうのは別に空間的なものでもよくって、どこかでこう揺れが起こった時に、離れた場所ほどこう影響小さかったりとか、まあ、あるいは大きくなる可能性もありますけれども、不安定な系の場合だとあるんですけれども、まあ、いずれにせよ何が言えるかっていうと、この部分っていうのは、ただ入力がそのまんま伝わるんですよっていうのではなくって、これ大事ですからね。普通の積分との違いもね、形作っている本質的な部分なんですけれども、だけじゃなくって、掛け算してから出力されるんですよと。ですよということで、今日ちょっと滑舌が良くないんですけど、朝起きたばっかりで。で、まあ何かっていうと、T で起きた、T におけるインパルス入力っていうのが、T0 に及んだ時にどれくらい影響を与えているのかっていう、まあ、これ影響関数的なところがあるわけですね。はい。なんで、まあ、普通にまあ GT って言ってね、時刻0のところでやった時の、まあ、標準的な、
あの、なんていうかな、インディシャル応答とかってあるんですけど、だからそうですね、あの影響関数とかっていう僕の勝手に作った言葉じゃなくって、あのインパルス応答だったりとか、あと大きさ位置をね、こう大きさ位置のハピネス関数来た時にその入力に対して夜中どれくらい覚えてるのかっていうので、まあ標準的なのがこれがあったとすると、じゃあこれくらい嬉しかったらどうなるんだろうかっつったら、それを線形にねこうやってあげて、まあ2倍やったらここでも2倍残ってるでしょうみたいなことができたりするわけじゃないですか。っていうのをまあ考えていくということで、まあこれ標準的なその影響の与え方っていうので、考えているものだと思ってください。なんでこれは影響を与えるものってことで応答と言われるんですね。はい。システム調べるときに、なんかこう箸とか あるじゃないですか。その辺をこうカンカン叩いてるあのおじさんたちいますけれども、彼らはまあ何をやってくれてるのかっていうと、まあ、結局こうカンカンって叩いて、まあ、音が違ったらとかっていうふうにその応答を聞いてるわけですよね。で、するとまあ中身が分かったりとかっていうのがあるということで、まあ今の何を話してるかってと、まあそう、だからあのインパルス入力した時の1個あたりの応答が分かれば、それをたくさん入力した時はね、それら重ね合わせてあげて、まあ、積分しちゃって、これが出力になってくるっていう見方が非常に大事になってくるってことなんですね。で、そうすると、もう世の中一般あるものが全てなんかこう畳み込みに見えてくると。まあ、例えばこう天体がありますよと、地球がありますよって言った時に、ここの密度をずっと積分していくと、全体の質量 m になったりするじゃないですか。これは普通の積分なわけで、で一方で畳み込みってどういう考え方になってくるかっていうと、これ後でも説明するんですけども、こんな感じのやつなんですね。こうすると見えてくると思います。このローってやつかけるこの r って位置にあるローっていうのが、例えばこの R0 っていう点に対してこう発生させるですね、ここの小さい重力というのが、まずこう応答があって、この部分離れてるね、この R0 引く R っていうのに関係した分だけこう減衰がかかるわけじゃないですか。距離の2乗に反比例するっていうのがあったんで、まさにあれがこの G に当たってくるわけなんですよ。よろしいですかね。はい。で、だから1キロ置いた時の、まあ、その重力発生した分が、まあ、G だとしたら、ローだけ、ローかける DV ですけどね。なんか体積かけた分を、まあ、置いた時にどれくらいかかるのかって言ったら、それがまあ、ちょっとだけ小さくなってかかりますよと。で、じゃあここに2キロ置いたらどうなるんですかって言って、まあ、これも R って位置ですよね。で、そっから R0 っていうのに対して、こう線が伸びます。で、またちょっと力受けますっていうふうに、どんどんやっていって、結果何が得られますかって言ったら、これめちゃくちゃ大ですかね、今日。これが普通の重力になるわけじゃないですか。ね。っていう風にすると、あ、なるほどなと。まあ、普通のその、ローからそのまんま積分して得られるのが、例えばまあ、重力、あ、重力じゃないや。例えば普通の質量であるというのに対して、畳み込みは何かっていうと、そっから、なんか距離的にというか変数的にも、一個こう、距離を置いたものっていうか、そのまんま積分じゃなくって、質量的なものから、質量的なものから、力みたいな感じで、違うものに対してこう積分がかかっていくときに、こう必ずね、なんていうか、畳み込みの考え方が出てくると。いうところが、まあ、あったりするわけですね。まあ、こういうのにも使えますし、まあ、微分方程式でもね、あの、ラプラスで解いたことある人はわかると思うんですけれども、微分方程式も実はね、こう畳み込みになってたりするっていうことがあって、まあ、非常に面白い分野になってくると。まあ、だから、こうね、学ぶ価値があるんですよっていうね、ちょっとだけマニアックな話でした。畳み込み積分のラプラス変換については、まあ、今度ラプラスの動画も上げようと思ってるんで、その時にね、また話そうと思います。だそれがあるからこそ、この畳み込み積分ね、勉強する価値があるみたいなところがあったりしますんで、まあ、それもぜひ楽しみにしていただければなというふうに思いまして、まあ、今日の動画ね、この辺で閉じさせてもらおうかなというふうに思います。最後までご視聴、ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントで応援の方と、説明欄から Twitter のフォローをお願いします。それじゃあまたね、お疲れ様、バイビー。